3月30日木曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です日本放送飯田浩二のオッケー浩二アップこの後八時まで生放送ですまあ曇り時々晴れというふうに申し上げましたけれどもね昨日もなんかにわか雨夕方から夜にかけてずーっとこうね、えー、雷が鳴ったりなんかして、えー、都心周辺はね結構土砂降りになってましたけれどもなんだかわかんない天気だねちょっと そう、ちょっとそうなんですよね。こうにわか雨はですね、今日も夕方以降ありそうでして、今ちょっとレーダー見ると。一部地域で降ってるところもあるんですけれど、うん、ちょっと空模様の変化に注意が必要ですね。なるほどね。うん、念のため折りたたみの傘があった方がいいかなと。で、はいね、私はその雨にはね、降られずに済んだんですけど、昨日はちょっと夕方まで仕事をしていてというか、いろいろこう取材して回ってて。で、あのー、夕方、そうだな、三、四時前ぐらいかな。会社に帰ってきたんですけど、そしたら、あのー、エレベーターに乗ろうとしたら。 大きなシルエットの男の人が同じようにエレベーターに乗ろうとしていて貝袋を持って夫婦行ってたんですけど誰だろうと思っておっと見たら鳥海航太郎さん国力旅行アナのいや奇遇ですねなんつってねやっぱりなんかこう魂で惹かれ合うものっていうのがきっとあるんですねこれはやっぱりねこれは同じ同じこうソウルメイトというか同志というかもうねまあお兄ちゃんみたいな感じで兄弟ですよね写真見てるとそう鳥海さんがツイッターで写真 私も上げてくれてたんですけれども、はい、あ違うかあの、ズームそこまで優うかに上がったのを鳥海、うん、さんがリツイートしてくれたのか、はい、あのそうなんです先週の、ね、ちょうど今頃ですよ、鳥海さんとはるか1万キロぐらいを隔てて電話で話をしていたなと、WBC <laughs>、えー・ w ワールド・ベースボール・クラシックの本、ね、当、準、え、決、ー、決勝、その直前の様子を余、ね、すところなくリポートをしてくれたと。まああのー、ズームそここまででにゲストで来るよってことを でてたんあのちょっとオフトークというか、はい、打ち合わせのところで話をお聞きましたけど <laughs> あの瞬間に生で立ち会ってたっていうのはねえ<ー>あのそれだけじゃなくってえあの大変恐縮なんですが、うん、T シャツのお土産も頂い,いてですね「いや鳥海さん本当にありがとうございます」ね。えー、引き続きよろしくお願いしますという感じなんですがでも鳥海さんは まあ、あのオンエアでも、ね、おっしゃってましたけれどもジャイアンツファンだというところで、はいうん、やっぱり、ね、イラクらなんとこっから先はさ、もう皆さん <laughs> あのライバルだからね、やっぱりこの東京ドームで、ねえー、開幕3連戦は31日からありますからもうそこへ向けて気合が入っているわけですよ。<laughs> であの私は、ねえー、阪神ですからセ・リーグの開幕は31日なんですがパ・リーグの開幕はその新しいエスコンフィールドというね、うんえー、エスコンフィールド北海道。えー このけら落としというか、まあ、あのオープン戦ではすでにやってますけれども公式戦としてはこけら落としたということで1日早く今日開幕ということになっておりまして、えー、もうすでにね、えー、ショーアップナイターもースペシャルという形で準備を進めております。えー、今日は 夕方からですね、ええー、5時30分からこのオースカランフィールドのコケラ落とし、ええニッハム対楽天戦、えー、スペシャルゲストが伊集院光さん、はい、解説は谷重元信さん、ええー、実況は清水久志アナウンサーと、こういうことでお送りいたします。まああのす、ー、でにね、ええー、ここから野球始まるんだなというねう、本当ですね。うん、いやそして谷重清水コンビというと、<laughs> あの準決勝の劇的なさよならをしていたという二人ね。<laughs> はい <laughs> ぜひぜひこちらもお聞きいただければというふうにも思っております。後ほどねあのこのエスコンフィールドの取材などもしている大泉アナウンサーともつないでですね現地の様子と。 いうのののももこの番組の中でも聞いていいいいいきたいと思いますいやよ、いよういよ春到来ですよ、もうね、いろいろメールやツイッターもいただいておりまして、えー、ピートさん、八丈,町から八丈島からいただきましたね、<ー>私はジャイアンツファンなんで、応援は明日からという感じですけれども、うん、今日の日本ハムと楽天戦もとても楽しみです、仕事を早めに切り上げて、ビール片手にテレビ観戦したいですねとあ、あー、音はぜひラジオでお聞きいただければと、<laughs> そのね、あの音響の違いなんていうのもね、いろいろ、 耳で感じることができると思いますそれから現地に行くぞというのは神奈川瀬谷からいただきましたココナゴの父さん、えー 今日エスコンフィールド行ってみましょうと、私は仙台から横浜に単身赴任中でして、楽天ファンなんですと、うん。あ、そうなんですね。おお、家族の許しをもらって、ぼっち観戦ですお<ー>。おお、そうですか。じゃあ、あのビジターの楽天側に入って、うんえー。声を上げるのかなと。そうなんですよ。声を上げてのプロ野球観戦もね。久しぶりにこれも会見になるんで。本当久しぶりです。やっぱ、その辺もね、音の違いがあると思いますし。ね、エスコンフィールド、どういう形にね、えー、なっていくのか。ね。えー ュインさんはもう昔からの日本ハムのファンでいらっしゃるということでそういう意味では後で、ね、楽園、東京ドームそして札幌ドームエスコンフィールドとおきっとね、えー、4つの違いとかも語ってくれるんじゃないかなというね私はあの東京ドーム時代には乾杯シートっていうのがあってねー、えー、ビール一杯とそれからつまみがついて内野の席が2000円で買えるっていうねあの当時。 よかったんだよでね, <laughs> あ,とねあの当時の20年以上前ですけどそんなにお客さんが多いわけでもなく、えー、当時ヒルマン監督だったんだけどね<ー>、えー、のんびりで野球にではよかったんだけど今日なんかは超前員になるんだろうねそうですねぜひその辺もね、えー、耳で聞いていただければと思います、はい、ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました えー、今日の紙面はね、えー、バラバラという感じであります。でえー、そんな中で、えー、後ほど取り上げるニュースとしては産 k 1面 TPP イギリス加盟合意へと発足11カ国以外で初というニュースが一面として取り上げられています。えー、それ からまあ、あとは本当にバラバラなんですが朝日新聞一面トップは国交省元次官人事介入かというです、ね、センセーショナルな見出しが、えー、出ております空港施設会社、まああのー、各地の空港でビルの運営などを手掛ける民間の企業で空港施設という会社があって、まあ、これあの東証プライムに上場している会社なんですが、えー、もともとというかかつては国交省の、まあ、OB の方が社長を務めていたということがあって、まああのー、ただ うん、社長肝入りの事業が損失を出すなどして警察を求める声もあって、上、ま、場、あ、企業ですから株主さんたちもいっぱいいると、えー、いうところで、まあ、今はあ2021年から、えー、JAL 出身の社長と ANA 出,出身の会長という体制になっていると、でまあ、あのこれに対して、えー、当時の事務次官の方が、うん。 えまあ本田勝氏というふうに名前も記事では出ておりますけれどもえ元次官が国交省出身の副社長の方を社長に挙げてくれとこういうようなことを言ったんだとういうところなんですがまあただ、会社側としてはいやいやうち上場してますし指名委員会があってそこで役員は決めますんでという形になった。 だから、まあ、あのそこで、ね、国交省として、まあ、社長にしてくれたらサポートもしますよとかいろんなことを言ったじゃないかということが言われてますけれども、まあ、人事介入か、なので、えー、実際にじゃあそういうことが起こったかどうかというと、まあ、今も民間から来ている社長会長がいらっしゃるという中なのでうーんという、ねまあ、かなりね、ねその憂いなゾーンを突くということ。 なんだろうというところなんですが、あー一面トップでって、えー、いうところになると、なんかあのお最近、朝日の一面、たまにこういう集荷時みたいなことやるようなると。 いう感じがあります、えー、それからあ読売はあ岸田総理とのインタビューが一面トップという感じで、えー、出産に保険適用へと多世帯へとと世ローン首相名言という一面トップであります、まあ、あのただねインタビューのポイントというところで「出産に保険適用へ」っていうふうになると「あすぐにか!」というふうに思うんですが「将来的に」っていうふうにインタビューのポイントの中には書いているのでこれもまたこれでね見出しと中身がちょっとずれてんじゃない 記事の書き方になっております、まあもちろんね方向としてうーん、まあ、出産の費用に関しては、えーまあ、今まではね病気の治療とは違うんだからということで保険適用じゃなかったわけでありますが、まあ、ただ、あのー、一部ね、えー 母体であるとか、あるいはあお子さんにとって、えー、危険な状態であ医療的な処置をしなければいけないと、まあ、例えば帝王世界だとかということになると保険の適用とういうところの,、まあ、あの住み分けがあった部分があるんですが、まあ、そうは言っても出産費用って結構かかるよねとういうところがあったりしたので、まあ、ここにこういう、ね、適用をしてとサポートをしていくというのは、まあ、大事なことだと今は自治体レベルで、えー、出産一時金を出したりとかそういうことはありましたけれどもとこういうところであります。で、えー 毎日新聞は富士山噴火徒歩で避難と、えー、渋滞防ぎ要請優先とういうニュースを一面トップで書いております、まあ、富,士富士山火山避難基本計画とういうものをオンラインの会合で、えー、了承をされたということです、まあ、静岡、山梨、それから神奈川と、まあ、富士山の周りの3県と国で作る協議会で、えー、この計画を改定をしたということでありますが徒歩、まあ、で避難というとね、えーまあ、渋滞なんか があるとそうですけれども、まあ、結局、その兆候などを捉えて早めの避難というものが、ね、非常に重要になってくると、まあ、かつて、えー薄山えー、北海道でですね、えー、噴火の兆候を捉えて避難をしてそして被害があほとんどなかったと、まあ、もちろん、ね、物的な被害は噴火ですからあるわけですが人的な被害を防いだというような、えー、事例もあったので完全に予知できないというものでは、えー、ないだろうというところであります。ここが気になるでした えー、コメンテーターの方々このコーナーからご登場です今朝はエコノミストで副眼経済塾塾とエミン・イルマンさんですおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、まず簡単でありますがプロフィールご紹介いたします、えー、トルコイスタンブールのご出身1997年に日本に留学され日本語能力試験一級を受け一年後東京大学理科一類に合格その後東大大学院で生命工学修士を取得されました 2006年野村証券入社投資銀行部門や基幹投資家営業部門に携わられた後2016年から福願経済塾の取締役塾等に就任されていらっしゃいます、えー、8時までお付き合いいただきます,よろ,いいますよろしくお願いしますまず産経一面トップでありました各市経済面で大きく報じてますけれどもイギリスが TPP に加盟で合意へとなんか今週あたりからそんなニュース出てきましたがこれこの動きっていうのはどう見たらいいですか えっとまあ、世界はですね私はあのアンチグローバル化、ブロック経済化に進んでいると思っているんで、んまあその中でですねあの実は5つぐらいのブロックができつつあるんですね、<ー>でこの一つはまず TPP ブロックです、これが一つ目、でもう一つはですね、USMCA って言って、あのはい、あ新しいナフタですね、アメリカ、メキシコ、カナダ。はい EU は EU で一つのブロックですね、EU、ーあユーロブロックです。はい、でさらにですねユーラシアブロックというのは、これはいわゆる中ロを中心とする中,中国の一帯一路政策に沿った、まあ、ブロックですね。はい、最後はですねアフリカ自由、うん 協定権っていうのがありましてですね<ー>これは2019年に発足しててこれも結構50カ国以上ですね実は加盟していて<ー>まああの緩くこれぐらいのブロックただ大きく言うと2つのやっぱりブロックに私は分かれると思っていて、まあ、中国をリードー中国をまあ主導とするやっぱり権威主義権と、はい、まああとアメリカを主導とするまあ自由 あのリベラル経済圏ですね、この多分二2つに大きく分かれると、ただ、緩くや1つぐらいのブロックに分かれていく、まあ、そんなな感じかなと思ってますう,んそうすると、この EU の部分から出ていっているイギリスは、まあ、TPP に行かざるを得ないあのどっちかに、まあ、USMCA に入るか、TPP に入るかっていうふうに考えた場合には、はいまあ、イギリスはいろんな意味で海洋国家なので。はい えー、TPP に入ることでさらにアジアでの,そのまあ一種の影響力を増やしたいという狙いもあるんじゃないかなと思いますね。太平洋における まあどのみちイギリスは大西洋においては強いわけですから、はい、まあ太平洋での力を維持するという、まあ、そういう狙いはあるんじゃないかなと思いますうんあの海洋国家という言葉が出ましたが、まあ、19世紀からのまあ固定的な姿学の中で、えー、海で交易で栄える国とそして陸の中にいるランドパワーの国とやっぱそのこう切り分けみたいなものっていうのがまた顕在化してくるんですかね。 ウラシアブロックというのも、まあはい、ある意味、だから中国の一帯一路というのは昔のシリクロードを復活させようというあの、まあ、大きな壮大な夢なんですよね。でつまり、まあ、今の世界貿易というのはすべて海を通じて行われているで,で海というのは19世紀以降はやっぱりアングロサクソンが支配しているわけですから、まあそこは昔はイギリス、今はアメリカ、まあ、大きく言うと米、アングロサクソン勢力ですね。はいでまあ、海では勝ててなないとなるとる陸の貿易を復活させて まあそこであのまあ派遣を得ようというまあその狙いですよね、まあ、つまりえおっしゃる通りでまさにそのあのいわゆるその大陸国家と海洋国家のまた対立構図ができつつあって、はい、まあその中で日本というのは海洋国家なのでやっぱり海洋国家側にいるんですね、今回は。 えー、今日は8時まで、えー、このまあ世界における立ち位置そして、えー、どういうことが起こっているのかというあたりお話しいただこうと思っております、えー、よろしくお願いしますよろしくお願いしますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と指示をまたいでニュースを掘り下げてまいります。 今朝は、エコノミストで副眼経済塾塾とエミン・ゆるまずさんです。引き続き、よろしくお願いします。ま,すまずは、株と為替の動きをお伝えしておきます。現地二十九日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、前の日と比べて三百二十三ドル三十五セント高い。三万二千七百十七ドル六十セントで取引を終えました。 ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は210.16ポイント上がって1万1926.24でした一方円相場は1ドル132円90銭付近で取引されております、えー、ナスダックが上げていると IT 株の上昇が原因というような話なんですけれどもうんこれどう見たらいいですか これ実はですね面白い現象が起きていて、ナスダック見ると、当落率が最悪なんですよ、最悪そうつまり当落率っていうのは、上がってる銘柄と下がってる銘柄の差ですね、つまり全体で見ると下がってる銘柄の方がダントツ多いんです。だけど、一部の大きな IT 企業、テック銘柄で指数を押し上げてるような感じで、そのネタ、口実ていうのは AI なんですよ。AI でですすかそう まあそのど真ん中にあるのはエンビディアで先日、あのーまあ、マイクロンも、ね、その決算出したんですけど結局、はい、まあ決算悪いのに株価が上がってるっていう、まあ、それも結局 AI, <ー> AI って言ってるからその決算説明でね。 AI に投資するとかそういうことですかとにかく AI っていうそのフレーズを使うだけで<ー>もう株が上がるんですよ、今。はい、そ,うそれって結局、何に似てるかっていうとあの、はい、ドットコムバブルにすごい似ててあのつまりに<ー> IT バブルですね90年代の後半ぐらいの。あの時もなんか とりあえず関係なくてもドットコムってすければ会社名に上がってたんでんペットドットコムとかですねなんかそういう全然関係ないあの全然 IT とも関係ない企業がとりあえずドットコムすければ上がってたみたいに今とりあえず AI って言っておけば、はい。 上がるみたいな相場になってますえそれっていうのはやっぱアルゴリズム取引とかでキーワードに反応するとかそういうことなんですかまあそれもありますねもちろんおっしゃる通りそのアルゴリズム、まあ、それこそ AI なんですけどあ,あなるほどそうかそうか AI が AI に反応するみたいな、まあ A、AI が AI に反応して相場を上げてるんですね <laughs> はぁ、あ、なるほどでその AI にまあこれは関連するのかどうかというところなんですがこんなニュースです岸田総理対話型 AI 作成の質問に答弁 昨日の衆議院内閣委員会で岸田総理大臣に対して立憲民主党の中谷一馬議員が AI を使った対話型の自動応答ソフトチャット GPT が作成した質問を行いました中谷議員は AI 生成の質問を国会で行い首相が答弁した事例は確認されていない県政史上初ではないかとしております えーまあ、あの中身は新型インフル等特別措置法改正について、えー、衆議院議員だったら総理にどのような質問をすべきかというふうに聞いて <laughs> 質問は作成を依頼したということでありますが。ま いやあの、まあ、この結構話題になってるんで先ほどもまあ AI をネタに結構相場も上がっているんで、うん、まあいろんな塾生のうちの塾生の方から、はい、質問をされるんですよで、えっと、あの私たちの仕事は大丈夫ですかとかあ、はい、あのそのうちなんかこう全て AI がやるんじゃないかとかですねいろいろ、まあ、聞かれるんだけどでもこれを見ると。はい こののはだってせい、まあ、政治家のやることを AI がやるんだって一番政治家が危なくないですか逆に <laughs> まあまあそうなりますね,、うん、ねそうですよね政治家必要ですかってなりますよねこれ,これをこれなんか多分面白がってなんかやってるけど分、はい、かってやってるのかなって少しねちょっと不, <laughs> <に>不安になりましたよね <laughs> ん,なんか自分らの存在意義を何かこう、はい 否定してるようなそういう使い方、うん、まあ AI でもなんかまともそうな質問できるんだっ,たらっていって確かにそうですよね。うん、じゃあそのねミーンの束を背負ってみたいなことをシステム上言いますけど、あれネットの方がむき出しのミーンはいっぱい転がってんじゃないかって、ね、いやおっしゃる通りそうなんですよ。うん、そのし吉しはもちろん別としてですもちろんもちろんそうなんですよね。うん、まあただそのもっと大きいあのビッグピクチャーで見ると私はもちろんその、はい、今すぐ まあ、チャット GPT ちょっと騒ぎすぎなんで今すぐどうのこうのになると思わないけどもちろんその、はい、いろんな仕事が AI に変わっていく、まあ、特にですねその まあ簡単なシンプルなあのワークまあ例えばレジ打ちっていうのはもう日本でなくなりつつあるけれども今、コンビニ例えばセブンイレブンは自動でね今キャッシュレースになってるじゃないですかまあ多分、そのうち全部キャッシュレースになってそういう人がいらなくなるとかまああのまあ事務作業とかですねまあ,ああいう経理とかそういったものも全て変わ,変わりつつありますので。ただその、あのあ、ー まあこれって悪いことかって言って実は日本にとっていいことだと思っていて、日本は少子高齢化をあのもうすごい問題視していて、ずっとそれがあの日本の衰退の理由にされてるから、むしろだから、将来、私は人いらなくなるんじゃないかなと思う、まあ、今すぐじゃないけれども、いずれも逆に本当人、人があり余るのがすごい問題になるような世界に今、向かっていっている、それは明らかです。多分私たちの世代かどうかは分かりませんけれども、 まあとりあえず多分私たちの世代はまず AI を監視する人が必要なんですようんいつか多分その AI を監視する必要もいらなくなるんでその時には多分日本の人口が多いぐらいですお<ー>逆に人口が有り余っている中国とかインドとかっていうのは、はい、あの人に十分な職を与えられなくなって社会… 秩序が乱れてくるんでベーシックインカムを渡さなきゃいけなくなるんですねうんそっちにコストがかかるような社会になる多分じゃなるんじゃないかなで、私はだからそれも想定して、はい、このコロナの時には壮大な ベーシックインカムの社会実験をアメリカがやったんではないかとこれをやってインフレになるかどうかを試したんですでインフレになっちゃったんですね実質上人にお金を配ったんですアメリカは、はいうん、ベーシックインカムですねあれは壮大な社会実験でやったら本当にインフレになっちゃったんで結構大変なんですよその,そのコントロールの仕方のコントロールベーシックインカムを本当に払えるかどうかですね、うんなるほど えーまあ、あのチャット GPT などの話の先で、えー、このコロナ禍で、まあ、アメリカが特にそうでしたが、まあ、かなり一人当たりいくらという、ねえー、お金を給付金という名目で配りましたがこれが、まあ、ベーシックインカムの社会実験だったじゃないかそうですねという話でこの、まあ。特に日本は人口が減少してるんで人口減少でデフレが起こるんだみたいな話とかも言われましたけれどもこれベーシックインカムをやること ことによって、一人当たりいくらでお金配ることによって、やり方間違えると、これ結構なインフレになっちゃうとかか。なりますね。やり方間違ったハイパーインフレになりかねないです。おお<ー>。うん、でも、こ、その場合の、この、この、い、ね、インフレの置き方なんですけど。まあ、最初はその生産力があるから、まあ、政府もお金配れますよね。そうですね。うん、これ、どうなんですかね。そのうち、こう、お金配ることによって。 でまあ、また生産していくっていうどこに何か国全体としての稼ぎ頭を設けたらいいのかみたいな話ても。えっとですね、まあ、だから、まあ、例えばですね あのずっと支払い続けるためには当然ながらその国全体としてはその働いている人たちがその分の付加価値を生まなきゃいけないですよね、そうしないとその通貨の信認が落ちていくんですよ、どんどんんで、まあ、これはあの別にそのベーシックインカムという名前ではないけれども、まあ、新興国とかです、ねはい、独裁国家というのも似たようなことをよくやっているんです、だからベネズエラとか見ればいいし、あま,あまたトルコのここ10年間の。 あの動き見てもまあ要はそのあの政権が支持を得るためにあのまあいわゆるその一番その年収が低い人たちに対してずっと給付金をやるんです、はい、だけど結局時間が経ってみるとものすごいインフレになっちゃってまあベネズエラもトルコもハイパーインフレなので結局、配ってるお金っていうのは大したお金じゃなくなるんですね。あ でこれが起きてしまうと本当に働いて付加価値を生んでいる人たちの給料まで本当に目減りしてしまって何も買えなくなって国全体としては購買力がなくなっていって実質上通貨にも信認がなくなるのでんドル化が進んんででいくんですよねあ自分とこの通貨よりもドルの方が信用ができるとそうそうい,うういうことです,ううとですだけどそうなると結局ドルっていうのはアメリカ以外の国っていうのは印刷できないんで。はい それがさらにそのドル需要を高めるんですよね、これは悪循環なんですよ金融政策をある意味、全部ドルが掴んじゃうっていうことなそうそういうことですね、そういうことです。<ー>で一旦だからインフレあのハイパーインフレになってドル化してしまえば、もう巻き戻しがものすごく難しいです。はい 今まで日本っていうのはものすごくデフレをもちろん敵視してきたけれども、はい、まあそこと戦ってきたけど、インフレっていうのも、一旦ある一定レベルを超えると抑制するのはも,ものすごく難しいんですよ、インフレっていうのは、確かにここ30年ぐらい、デフレの時代しか経験してないので、こう実感がないところが多いかもしれないですけどもそうですね。 今の日本人はデフレマインドだと思っていて、うん、でもすでに世界っていうのはデフレからインフレに変わって、うんはい、デフレの時代が終わってインフレの時代に入っているのにそれにまだ気づい 気づいていない。で気づかないとこうどんどん持っている資産っていうのはメベルしていくんですね。はい、まあ日本人あのすでにあの持っている日本円の価値っていうのはものすごい勢いで目減りしていってます毎日。まあそれっていうのは今まで大きな買い物アイテム例えば車とかですね。はい、例えばその軽自動車の価格っていうのは15年前に比べると50%ぐらい上がってます。あの車全体で見ると20%上がってます。で家っていうのも同じくですね日本のあの。 平均住宅価格が過去7年間で年収に対して12%も上昇しています。というってことは日本人の給料っていうのは12%目減りしたってことですね。あー本来は12%上がってくんないとそう,そ,うそういうことですだからまあ,あらそう本来の、まあ、例えば、えーまあ、6000万のマンションが7000万になったってことあ<ー>その1000万どこに消えた, 1, 万消えたんですねだからら万万持ってたら 1, 万余っててたた余ところが やっと七千万で買えるようになりましたと一千万消えたんです。インフレに。インフレに消えました。うん、なるほど。でも確かに、そういう意味ではこう資産インフレの方が先に進んでいるということそうです。そういうことです。で資産インフレっていうのは、もっとたちが悪いもので、はい、なぜかというと資産インフレっていうのは資産持ってる人にとってはいいんだけれども。資産持ってない人にとっては、ものすごくマイナスで、はい、あの格差を広げてしまうんですんで。それの極端な例が、一番極端な例がやっぱりアメリカで。 アメリカっていうのはどんどんそのアメリカの資産財産というのは上位1%の手に集まっていて下の人たちって何も持っていないからものすごく分断してしまっていると国がね二極化しているというそういう状況を生んでて社会秩序が乱れてきてるわけなんですよね。今その分岐点みたいなところに日本はいるそういうことです。日本もだからこれが加速していくとそうなってしまうとだからみんな結構私はそのまあ金利が上がってしまうとローンのねという心配をしているけれども。 まあ、確かに家買ってしまった人はそうだけれども、でも、今から顔う若い人にとっては。うん、こんなに住宅価格がどんどん上がっていったら、みんな一生買えなくな,なりますよ。うん、おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は七時十一分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。 今朝のコメンテーターはエコノミストで副眼経済塾塾党のエミン・ユルマズさん取り上げるニュースはこちらです民主主義サミットが開幕アメリカ6.9億ドル拒出を表明 アメリカのバイデン政権が主導しておよそ120の国と地域の首脳らが民主主義の強化についてオンライン形式で議論する第2回民主主義サミットが29日に開幕しましたバイデン大統領は世界の民主主義を強化することに向けて新たに6億9000万ドル日本円にしておよそ900億円を拠出する計画を発表しました アメリカは権威主義と位置づける中国やロシアに対抗するためアフリカなどで民主主義を重視する勢力の拡大を狙う方針です。日本から岸田総理が参加ウクライナのゼレンスキー大統領それから台湾のデジタル担当大臣オードリー・タンシらが招待されているということであります。えー、このの集まりっていうのは、まあ、中路に対抗と。 そうですね。まああの新しい冷戦なんですよ。これは新しい冷戦、まあ、新冷戦ですね。で新冷戦というのは私が実は日本のメディアであのおそらくまあ初めて使ったかもしくは初めて使った人の一人ですね数少ない人の2015年に初めて<ー>私新冷戦って言って2018年に新冷戦をテーマにした本書いてるんで、はい、でそのまあまあ明らかにですねそのまあ旧冷戦っていうのは、うん まあ民主主義自由主義権と共産主義権というまあ対立だったけれども、はい、今回はまあ民主主義対権威主義というまあ独裁国家ですねというまあ対立でも軸が固まってきてるんですねまあいろんな意味でだからそのまあ経済的なブロック化も含めて世界が2つのブロックに大きくいって2つのブロックに分かれていくというまあそういう流れの多分まあ今私たちがスタート地点 まあ少し過ぎてますけどスタートからはですね、はい、にあるんじゃないかなと思ってますなので旧冷戦の,の、まあ、本格的なスタートのきっかけは朝鮮戦争だったように今回は、はいあまあ、ウクライナの戦争です、ね、が<ー>まあ本格的なスタートのきっかけになってますでちょうどですね昨日のニュースで中国の、まあ、サイバーエキスパートが、はい、ーロシアを訪れていて今あの中国からサイバーチームが行ってるらしいんですで YouTube を完全ブロックする ためにロシアに技術提供するという報道が気の出てますへそれっていうのはまあ中国は、ね、あのネット上の万里の長城とグレート・ファイアウォールなっていいますけどあや、ね、って外からのネット遮断する、はい、それを中国だけじゃなくてそのグループでそういうことです。 そういういことです、ねまあ、なので、まあ、例えばですねそのあのトルコのエルドアン政権に対してもネットを監視するツールとか技術を提供するという、まあ、契約を結んでいるし<ー>まあ,ありとあらゆるやっぱり独裁国家には中国が、まあ、要は技術力、そういったエキスパティーズ専門家を送ったりしていると。はいまあ 本当にあの旧ソビエトと同じようなことを今中国がやろうとしてるんですねつまり片方、民主主義国家と片方が権威主義国家というま対立が明らかになってきてるといる、まあ、かつての冷戦はまあ,ある意味、イデオロギーというものでしたけどむしろ今回の場合はそのなんていうか統治体制というか。 そうですね、まあ、なのでパンデミックっていうのはある意味中国にとっては最初の方は少なくともいいプロパガンダにはなりましたなぜかというと中国はパンデミックによって、まあ、特にあのあの欧米諸国がものすごい被害が出たので死者数が多かったので、はい、中国はその、まあ、自国民も含めて全世界に私たちのシステム統治モデルの方が優れてますと効率的だと。 いうふうふにアピールしてたんですがただ,ただあの、やっぱり直近になってそれがワークしなくなったんで結局あの、ゼロコロナ解禁せざるを得なくなっちゃったんですけど、まあ、その意味でだからいろんなものをプロパガンダに使ってますよねで今回、これ、まあ、あのアフリカの諸国なども招待されているとこれから先その両陣営にく加わらないとかグローバルサウスと言われているようなところ をどっっちが引き込むかみたいな話にな話てくるわけですかそうです、ね、まああのことにアフリカの場合は中国がものすごく、はいまあ、いろんな意味で投資したりとかですね、えーまあ、技術あの提供したりしてていろんなところにあと港を買収したり資源を買収してるしてるんですけど、はいまあ、その意味でやっとまあ日本とアメリカは。 ちょっとアフリカに重点を受け始めたなと、まあつまりあのどっち側にもまだついていない国をまあ味方にしようという動きがあの今起きてきています。うん、まあアメリカもね今日日経が少し報じてましたけれども、ブリンケン国務長官であるとかイエレン財務。 長官それから、えー、ハリス副大統領もおちょうどアフリカに行って帰ってきたかどうかぐらいのタイミングだということでここのところ要人が行っているというのもまさにその通りです。というのはもうサイドが決まっている国に外交努力使っても多分あんまり、はいえー、効率的ではないのでまだどちら側につくか分からないところに対しての 両側のアプローチが続いていくんじゃないかなとまああの同時にあの習近平さんもいろんなとこ行ってますからね今ね、はい、もうすごい外交してるわけですからあのまあサウジに行ったりあの、はい、ロシアに行ったりといろいろとまあ中アジアへ訪問したりとと<ー>、えー、いうことでまあ多分まあこれからさらにそういった活動が活発化していくまあその中で多分こう対立構造が深まっていくそんな まあ世界に入ったんじゃないかなと思ってます。あの冷戦の当時もその第三世界と言ってどっちにやりも組みしないとまあインドなどはその典型でしたけど、ね、今回はインドどうですか。まあ今回もインドは、うん、まあインドは当初はあの西側諸国につくのかなと思われてたんですけれども、うん、このウクライナ戦争でやっぱりあのはっきりとしたスタンスを 取っておらずですね、はい、またもう一回、まあ、第三世界みたいなその構想を描いている可能性があのインドは、ね、<ー>十分ありますね。というのは、まあ、あのインドにとっても難しいのはですね例えばそのエネルギー持ってないのでインドはエネルギー資源がないので、はい、まあエネルギーとか天然ガスはやっぱりロシア。 とか、まあ、その他独裁国家に依存しているし中国とはもちろん対立しているもののですね、うん、一方で例えばその使っている軍事機器もほとんどロシア製のものを使ってるんですよね、はい、これ一方でパキスタンというのは結構、中国の,あの支援を受けているものの、はいえー、使っている軍事機器っていうのはアメリカのものなんですよ。あ 冷戦のからののねじれみたいいななものがそのついてそつてうなんですよだからそんなに簡単にあの辺の地政学っていうのは理解するのが難しくてですねパキスタン、パキスタンでほらタリバンがあるじゃないですかタリバンってパシュトゥン人なんでパキスタンの北部ってやっぱパシュトゥン人が多いので、はい、まあその辺りも気をつけなきゃいけないしみたいななんかこういろんな意味であのまた南アジアの地政学っていうのは極めて複雑だと。 いうふうに皆さん思った方がいいですね。なので、<ー>そう簡単にインドが西側諸国に。つくかというと、そうじゃないのが今回のウクライナ戦争ではっきりしました。はい、うん。確かに、まあ、そうすると、こうビジネスの面とかで考えても、まあ、あの。中国がね、こうなった以上、次の人口が多くなって。えー、希望の星はインドなんだって、結構日本で申しられますけど。うん、そう簡単なものでもない,とい。そう簡単なものではないです、ね。まあ、幸いなことにインドは民主主義国家なので。はい、まあ、そこはプラスで、まあ、話。 しやすすいいというのはありますただやっぱり大きな文明圏だけあって、まあ、プライドも高いですしどっち側にもつきたくないっていう気持ちもなんとなく分かりますインドとしては。で他方この民主主義っていうふうにこう冠をつけちゃうと、まあ、あのアメリカだとか西側に近いけれどもこう 統治機構的にちょっとうんっていう、例えばベトナムとかシンガポールとか、離反しちゃうんじゃないかっていう指摘もありますそれもありますね、その可能性はある、でもこれは、うん、あ,のある意味、移動力軸に持っていかないと、はい、あのアメリカにあの中国と戦う大義名分がなくなるんですよアメリカの国内向けの部分もあるってことですか国内もあるけど、えーあの、同盟国に対しても、あなるほど説得力がなくな、説得力がなくなるんですよね。だからあ,のある意味 逆に今、権威主義その陣営に中ロを含めてです、ね、一番ないのは大義名分なんですよ、共産主義っていうのは良くも悪くも大義名分がありましたけれども、はい、今の権威主義っていうのはただの独裁主義って、要は人をあの国家の力で押さえつけようっていう、まあ、そういう,うあの統治の,あの国家の組織の仕方なので、何の大義名分もないし、当然ながら大義名分がないとソフトパワーがないんですよね。 つまり国としての魅力がないわけなんです。あの世界の 人々にじゃあアメリカに住みたいか中国に住みたいかロシアに住みたいかって聞かれた場合にはほとんどみんなアメリカ普通通常だったらアメリカに行きたがるんじゃないですか<ー>でそうなるとこれソフトパワーとしての魅力が全くないということになりますのでんちょっとこのイデオロギー軸では弱いんですよねなるほどやっぱりこうなんだかんだお金だとかそういうんじゃなくてこう物語の部分に聞かれるところがあるそ権威主義陣営というのは自分らの中ではナショナリズムを煽ってるけれども、はい、でもそれって、ええええ ええ、何かこういろんな国をまとめるものじゃないじゃないですか。それぞれの国にあるですね。それぞれの国の中では。なるほど。もう一つね、ボアフォーラムのニュースを用意してましたが、これはだからこそ経済でつながらせずしかないってことだ、ね。そういうことですよね。まあ中国はやっぱりそこをまあ強く狙っているっていうことですね。なるほど。おはようニュースネットワークでした。 今朝はエコノミストで復眼経済塾塾長エミンユルマズさんとお送りしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。銀行の監督規制強化。 アメリカの FRB= 連邦準備制度理事会でマイケル・バー副議長は28日議会上院の公聴会で証言しシリコンバレーバンクの破綻の原因は銀行の経営陣が金利と流動性のリスクを適切に管理しなかったからだと指摘し銀行の監督不行き届きの可能性と中堅銀行への規制を強化する必要性に言及しました。 えーまあ、このシリコンバレーバンクの破綻、ねえー、集めたお金を、まあ、米国債などで運用していたけれどもその資産が目減りしただとかあるいはそのおネット上で経営不安から取り付け騒ぎ的なものが起こっただとかいろいろ言われてますけれどもこれ、アメリカ全体としてこの先どうしてくるんですか。えとまあ、まず一つは副議長が言っ でた正しい点は、はい、まあ確かにその中堅銀行のまあもしあ地方銀を特にですね規制強化する必要がある。まあそもそも強化してたんだけど、うんうん、あのこれ二千十八年にトランプさんが外したんですよね。はい、あの緩和したんです。はい、これがまずあります。確かにその、えー、まあ資産いあのいわゆる一千億ドルっていうその規制っていうのは昔からあってそれを二千五百億ドルに。 はい、あの上げたんですねでその当時あのロビー活動をしてトランプさんに対してしてたのがこのシリコンバレー銀行の CEO ですねほうそうだったんです,かそうです、まあちょうどだから自分らの都合のいいように自分の中がトレッシュホールドを超えないようにうまい具合に上げてもらったんですね。そ、うん、それはその通りたただしただし あのそのなんかまるで自分らに全く責任がないかのように FRB は言っているけれども、はい、これ FRB の責任なんですよ。ええええ、この人たちが買っていたものというのは、そんなリスキーなものではないんですね、おっしゃってたようにその国債です、アメリカのものですね。うん、でそれが こんな急にあの一あの一年間で五パーセントも利上げするからこういうことになります。で、これ利上げを徐々にやらないでほっといてインフレがあのものすごい勢いで上がってくるのでパニックになって急急速に利上げしたからこういうことになったんだ。これ F.R.B のまあの政策ミスなんですよ。はっきり言ってね。急ブレーキ踏んだからそういうことです。急ブレーキ踏んだからまあ。 確かにそのシートベルトしてない人も悪いんだけれども、まあ、この人たちが前のガラスから飛び出外に投げ出されたわけですね。だけど、急ブレーキ踏んだのも悪いし、もちろんシートベルトしてないのも悪いと,、えー、ということなんですね。そもそもスピードががーって出てるのに、適切にコントロールしなかったじゃないですか。ら緩やかにあの利上げをしていれば、はい あのこんなにストレスをかけずに銀行にねあの銀行も資産を調整できたのにそれをやらずに一気に上げちゃったからこういうことになってるんですねまずこれが一つありますで似たような状況にあるのは多分おそらく他の地銀も一緒で、はい、でもう一つですねこの問題がもしですねここからさらに深刻化していく。 可能性があるのは、私はその、あの、地議っていうのは、結構商業施設、商業不動産、商業用不動産へのローン。 貸し付けを行ってるんですよ、ね、<ー>で今アメリカが一番傷んでるのは実は住宅ローンではなくてそあの商業用ローンですね商業施設用ローンですあのいわゆるオフィスリートも含めてですね、はい、この辺りは拠室率がものすごい高くなってきてるし焦げ付く可能性があるんですよでさらにそれが銀行にあのプレッシャーかけてるんですつまり今までのどっちかというと不良債権化してない リスクでこれはなんとか FRB では火消しできたかもしれないけれどもこれが不良再建化してい,いってしまうと相当まずいことになるんじゃないかなと思います。まあ、その可能性は十分あるし多分逆に先に破綻したもん勝ちみたいな状況になっている可能性もあるんですよ。だからシリコンバ先に破綻したんで 救済されたんですけど、預金は全額候補だという形でそう。そういうことですね。はい、でも、そのうち、多分、もう、あまりにも多くなってくると、全部救済できないんですよ。できるはずがない。その能力はないんですね。これ、そうすると、ね、あの、不安に思った。 あ預金者たちはその預金を引き上げるなりなんなりしだすし、はい、で銀行の方も怖がって貸し剥がしだとかっていうなんかそういう,こう不安マインドになっていちゃいますよなりますね、まあ、だからそれがおそらく、まあ、ある意味それが今動いていてちょっとインフレ抑制になってるんですよだからアメリカのフィナンシャルコンディションがこれでちょっと引き締めに動いちゃったのでおっしゃるとおりであのアメリカも預金金利っていうのは0.25%なんですよ。<ー>で今アメリカの 年債がまあつい最近まで5%だったんでね、預金する必要は全くないんですね。なるほどそうか。そもそもだと。えー、キーワード銀行の規制監督評価でした。 お送りしておりますオッケー工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターはエコノミストで副眼経済塾塾等のエミンゆるまずさんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ <music> サウジアラビア上海協力機構への参加を閣議了承中国との関係強化へ サウジアラビアは29日 SCO ・上 SC 海協力機構に参加,を、えー、参加する決定を閣議で了承しました国営サウジ通信によりますとサウジアラビアに SCO の対話パートナー国としての地位を付与する覚書を了承したということです アメリカは安全保障上の懸念を示していると、これ、イランとね接近したりとか、ちょっとサウジ独自の動きなのかというところですが、えそうですね、まあ、あのまず理解しなきゃいけないのは、今のサウジ、まあ、あの皇太子ですね、はいあの、モハマド・ビン・サルマンは、極めてそのトランプ政権に近かったので、トランプさんにね、トランプさんの,あの娘、向こうの。 はい、あのジャレット・クシュナさんとも本当に親友仲間ぐらいなんで<ー>、えー、よってその民主党に対してはものすごく距離感があるんですね、これまたもし政権が変わったら、サウジの態度が私、変わるんじゃないかなと思います、まあ、例えばもう一回共和党に戻ったら、もしくはトランプさんがもう一回来たら、多分サウジはアメリカに接近するんじゃないかなと次の大統領選で。そうですねなので、一、まあ、つがそれで,でもう一つは昨年と違って、まあ、民主党政権、はい、バイデン政権と仲悪いからこそ そう昨年は逆にその原油価格が高かったのでそしてアメリカはインフレに悩まされていて原油価格を何とか抑えたかったから、うん、サウジはそういうレバレッジがあったんですねアメリカに対してはあ有利な点というかそうですねそういうアドバンテージ交渉のカードですね、うん、だからアメリカはサウジに頭下げてちょっと増産してくれと。 そういえばバイデンさん、直接行きましたもんだけど、今年はもうその原油価格が下がっていて70ドル前後で動いていて、なのであのアメリカに対する、まあ、交渉あの,のネタっていうかレバレッジっていうのは今のサウジにはないので、うん、まあそこであの、まあ、中国に接近したりロシアに接近したり、まあ、うまいこと。 まあ上海協力機構に、まあ、参加するって言ってるけど加盟国になるとは言ってませんからねこれはね対話パートナー国そう対話パートナー国っていうのは非常に緩い、まあ、オブザーバーみたいな、えーまあ、位置づけオブザーバーっていう位置づけもあるんですけどこの対話パートナー国っていうのは例えばトルコとかも入ってますでもトルコっていうのは<ー> NATO 加盟国だからねそうですねそ<う>うなのでまあそさほどそんなに私は意味がないただアメリカに対する、はい、まあ一つの うんまあ外交策というか交渉カードですねこれはあ,あんま言うこと聞かないと向こう行っちゃうからねうそういうことですまさにその通りちょっと積んでるみたいな感じなですかそ,そうですねそうですね<ー>なので、まあ、あのその意味でだからイランと仲良くなるって言ったって、はい、イランとサウジっていうのはこれまず仲良くなれないんですよそのこれもまたその思想的な政治的な対立があって、はい、イランっていうのはあのご存知そのイラン革命以降にイラン革命を 周辺国に輸出ししようとしてるんですねでイラン革命のホメイニーさんの理論というのは主張というのは<っ>そもそも王様なんてもうあってはならないとうんあの要はそれ自体がもうイスラムに反していると。 あいうことを言っているからるそのサウジにとってものすごく脅威なわけなんですよ、はい、そういう思想っていうのは。なので、まあ、これは本当に一時的な、まあ、アメリカに対するポーズのような気ははします私ははーイランとだって本気で接近していこうというようなもんでもないもんでもないですね。うんうん、全然違うと思いますなんかこうイランとサウジの間もこう中国が仲介したりとかで今回のこの SCO も中国が、まあ、ある意味、まあ、ロシアとともに主導してっていう話。そう,ね、まあそうすると なんかあそこら辺のこうオイル利権みたいなものを中国がアメリカから奪い取ろうとしてんじゃないかみたいなことを思っちゃったりするんですがこれどうなんですかまあそれも中国の狙いとしては別にその利権を全部持っていかなくてもまあ自分の影響力を、はい。 うん、まあ中東にまで広げたいという狙いはもちろんあると思います、やっぱり覇権を狙っているわけですから、うん、まあ中東はあの、まあ、天然ガスもありますし、原油もありますし、はい、その他の地下資源もあるんで、まあ、重要ですよね、まあ、そこは一つあります、うん、ただ、まあ、だからといって、じゃあその、あの中東事情を中国が理解できているのかっていうと、私、そこも疑問があって、ですね<ー>中東っていうのは、私たちよくトルコで言われてたのは、教科あのその 歴史の授業でね中東っていうのは一番新しい喧嘩は500年っていうんですよ、はい、一番新しい喧嘩は500年500年ですであの,あのよくあるパレスチナとイスラエルの戦いだってあれって3000年ぐらいの喧嘩なんで、はい、あーそっかそっかそっかそ,そうなんですよだからあの,この最近始まったものじゃないからね一番新しいいがみや一番新しい喧嘩っていうのは500年ぐらいの歴史があるんです中東っていうのは,は<ー>まあそれだけの要は あの複雑なところなんですよ。一応ちなみに一番新しい喧嘩そう500年の喧嘩ってどことどこですか。まあ多分だから例えばペリシャ人とクルド人とかです、ね。ああなるほどなるほど。うん、まあイスラエルそのね <laughs> ユダヤのところはもともとあって追い出されてとかそう,そういうのが3000年前から始まってるいう、ね、そういうことです。そういうことです。まさに。うん、だからその意味であの私はまあ。 あのいろんな意味で、まあ、リード的にはなっ,てるなってきてるんじゃないかなと思う当然ながらこれらの国々も、まあ、新冷戦の中でうまいこと立ち回って、まあ、自分らの,そのポジショニングを強めたいという狙いはあるので今、イスラエルの話出ましたけどそのイスラエルは。あ トランプ政権の時にはまあサウジであるとか UAE とは国交も回復したしと接近しているようにも見えたんですけどサウジが今度イランとこう接近しているよかに見えるとなるとイスラエル許せないようにも思ります,、ねなりますねまあイスラエルにとってはまイランが核兵器を持つのはまず絶対にもうレッドラインというか赤い線なのでそこはもう全力で阻止しに きますよね。サウジはそれを許したみたいな報道がいやそれはね、は違う,思うないと。サウジにとってもものすごく脅威です。ああ<ー>、うん、これあのイランとサウジっていうのはあのもうそのイラン革命以降には宿敵なんでまず絶対に利害が一致しないんですね。あのなんでそこだけ理解していただければその前のイランっていうのは。はい 王様がいたんで、パルビオ長の時代というのう、で、はい、それはその時は仲良かったんですサウジと。サウジっていうのは私たちが理解している意味での近代国家ではないんですね。あそこは、うん、本当に古典的な王様なんですよ。だからここもなんか閣議決定って言ってるけど閣議とかありませんよ。はい、これ王様がすべて決めてるわけで、今皇太子がいるから皇太子がすべて決めてるわけですから。これでいこうかっつったら、そうそうそう,そう,そうなると。うんその通り。 まあもちろん、その中ではいろんな部族のお互いのまあ同盟アライアンスがあったりとかまあ力関係はありますけれども私たちが理解している意味での近代国家ではないのでそこはまず、よってその近代国家近代化した国家自体がその国家体制としては脅威と感じているわけなんですね。ななるほどなるほほどど まあサウジアラビア中東の動きもお話をいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田工二の OK 工事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム 6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂治さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまで あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています 番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の現行化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください 忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ、AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。